在は部品がほとんどもう揃ってゲームプレイのチューニングを行っている最中になります。大きなご期待を皆さんからいただいている中で、僕らとしてもとにかく完成度の方にこだわりたいと思っていて、もう少し予定よりも時間をいただきたいなと思ってます。ゴールに向かって綱渡りなんですけど、ゲーム内容自体はその順調にすごく進んでますので、安心して ご期待いただければと思ってます。まずは今回 その公開した情報で一番お伝えしたいところは、他人の心の中に忍び込んで心を奪うっていうペルソナならではに解釈された今回 その怪盗活劇ってものの世界観をまずは決めていただきたいなっていうのが一つあります。それが物語の核になっているんだっていうところをお伝えしたかったので、もう一つはその画面端々までこだわったグラフィカルインターフェースだったりとか、BGM しかり、キャラクターデザインしかり、全てその僕らがこだわっている意気込みみたいなものが今回の PV で少しでも伝えればなと思って、前作をプレイした方がそのナンバリングの新作として今作それ以上の面白さをご期待いただいていると思うんですけども、それを僕らがゲームの中で実現するために、当然前作までもかなりのボリュームのゲームだったんですけど、 P5 は新しいハードということで小さく例えばまとめるということをせずに、十分もう一度そのかけがえのない1年間 P5 ならではの1年間というものをプレイヤーの皆さんにご提供がしたくて、相当なプレイボリュームになってます。今回もゲームの完成度に対して躊躇することなく、かなり実力のある方たちにお願いが運よくできたんですけど、イベントシーンのみならずバトルのシーケンスだったりダンジョンプレイ含めて臨場感あるボイスが入ってますし、かなり期待をしていただいていないようになっていると思います。場所は慎重にな。改めまして、開発でディレクターを担当している橋野と言います。今回 PV いかがだったでしょうか。たくさん の情報をお届けできたと思ってるんですけど、開発の時間を予定よりも少しいただくことになってしまって、本当に申し訳ありません。ご期待をいただいている皆さんに対してはですね、本当に心苦しいですけども、僕らとしてもいいものに仕上げたいと思ってまして、完成度にこだわって皆さんのもとに、お送りできるようにするために、もう少しだけお時間をいただきたいと思ってます。今日から始まった TGS でペルソナ5いろいろなお楽しみというか試みをご用意させていただいております。まず初日の今日とあと明日ですね、ペルソナらしい方法でキャラクターの未公開のプロフィールを発表したいと思っています。そしていよいよ土曜日一般公開日の初日ですね、たくさんのゲストを招いてライブなどもありますし、またサプライズも用意しています。これから TGS 3日間ぜひですねペルソナ5の情報にご期待いただければと思っています。橋野でした。ありがとうございました。